ハルス国王の王位、それはデマパント山の地下深くに眠るルクナバードと呼ばれる霊力を秘めた宝剣によって象徴された。その昔パルスは千年の長きにわたり魔王ザッハークに支配されていた。英雄王カリホス王は宝剣ルクナバードを手に魔王を撃破し、デマバント山の地下深くに封印した。王の死後、ルクナバードはその遺体とともにこの地に埋葬され、今もなおザッハークの魔力を封じ続けているのである。